はい、本日はですね、ノースフェイスのマウンテンジャケットのコーディネートをご紹介していきたいなと思います。ということで、今回視聴者の皆さんからですね、こちらマウンテンジャケット、ノースフェイスのマウンテンジャケットのコーディネートを送っていただきました。本当にありがとうございます。でね、もう今日はね、早速バンバン紹介していこうと思ってるんですけども、以前ね、あのナンガっていうダウンジャケットのブランドの方もコーディネート募集させていただいたんですけども、そちらの方はですね、残念ながらですね、ちょっと時期が遅れちゃったということで、本当に送っていただいた方申し訳ないんですけども、今年の冬にちょっとずらします。だから10月とか11月ぐらいにちょっとコーディの紹介の時に出させていただきたいなと思いますので、それまでちょっとしばらくお待ちくださいということで、今日はね、まずはノースフェイスの方紹介していきたいなと思いますので、本日の流れとしてはですね、今バッて出てるね、あの数をですね、マウンテンジャケットのみです。だから、ノースフェイスの他にもね、マウンテンパーカーって有名なやついっぱいあったりするんやけども、それはまた別動画でご紹介します。マウンテンライトジャケットバージョンでお送りしたいなと思うんやけど、今回マウンテンジャケットだけでね、お送りしていこうと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまず一人目というのがこちら、ズドン。スニーカーをね、差し色にしたような、ちょっとスタイリッシュな細めなスタイルかなと思うんですけども、身長が181センチ、背が高いなと。でサイズはね、 M サイズを着用してるということで、年齢が41歳で、41歳、見えますよね、めちゃくちゃ若いやね、スタイリッシュじゃないかいということで、こだわりポイントね、聞きたいなと思います。拓三先生の動画を楽しく拝見させていただきますということで、ありがとうございます。こだわりのポイントはね、黒のスキニーじゃなくてグレーのね、ジョガーパンツ、ナイキ ID で作ったエアマックスでコーディネートをしていました。やっぱりあれですね、スニーカーがね、差し色になってるということで、拓三先生の教えを守って、マウンテンジャケットの中にヒートテック、フリースを着てたので、とてもあったかかったですと。が、少しパツパツになってしまいましたということで、まあ中いっぱい着たらね、それパツパツになると思うんですけども、ちゃんと僕の教えを守ってくれてると。マウンテンジャケットはね、その教えをしっかり守ってればね、長く着れるんよと。これは別名ラオジャケットって言ったりもするんですけどね、北斗七星もきっちり守ってたら強なるでしょう。それと一緒、ラオジャケットもきっちり使い方守ってれば着れる時期が長くなりますのでね、あの冬も着れるし、秋とか春も着れるということで、まあこちらの方はね、北斗七星を伝承していただいたというのでもね、過言じゃないかなと思います。ではね、次の方行きたいなと思います。マウンテンジャケット L サイズで176センチということで、こうイケイケな感じですよね、かっこいいですよね。あの格闘家とかでもいてるんちゃうかなっていうね、こうイケイケな感じだと思うんですけど、まあおそらくこの中の色味と靴がポイントになってくるんかな。ちょっとこだわりのポイント読みましょう。こだわりはですね、ネイビーとか青系の服っていうのが好きなんで、まあサーフ系がね、多いとのことなんですけども、でね、あのノースフェイスとか他のアウトドア系もね、別にサーフ系とか限らず、もう青をね、あのベースにコーディネートしてますと。で画像は2枚あるんですけども、実は別コーデですって書いててね、多分投稿ね、どっちにしようかなってこう迷いはったと思うんでね、両方バーンって送ったと思うんですけども、僕は気づいてますよ。なんで気づいたかというと、この横の刈り上げね、刈り上げ具合がね、この黄色のスニーカーの時はちょっとまだ低めなんですね。対してこう WTW のね、あのバッグ持ってはる時は刈り上げが若干高めということで、この格闘技スタイルでいうとこの減量日当日っていうスタイルになってるんですね。で髪の毛長い時はですね、まだ減量が来てない状態になってて、この髪短い時はもう完全に減量日ですね。あの体重測らなあかんから 1g でも軽くしやなあかんという、あの勝手に格闘技と言ってるのは申し訳ないんですけども、まあそういったところでね、あの微妙に違うのはね、僕は気づいてましたよというちょっとアピールなんですけども、あのありがとうございました。ではね、次の方行きたいなと思います。次の方はですね、拓三さんに紹介していただきたく、マウンテンパーカーのコーデ画像を送らせていただきます、よろしくお願いしますということで、熱いメッセージありがとうございます。紹介をさせていただきますね。マウンテンジャケット、サイズがですね、 L サイズ着用、身長170センチということで、こだわりポイント何ですかと言ったら、基本オールブラックなんですけども、差し色としてエアマックス95のゼブラ柄を入れてるということでね、この方おそらくスニーカー好きなんでしょうね。スニーカー好きじゃなかったらゼブラ柄なかなか入れへんから。確かに帽子もブラック、ジャケットブラック、パンツブラック、さらにリュックもブラックということで、時計もブラックですね。ほぼ全部ブラックなんやけども、スニーカーゼブラ柄でワンポイントしてると。95のゼブラ柄ってあるんですね。僕全然スニーカー詳しくないんで知らんかったんですけど、これもっと言うと、こうゼブラ柄の若干赤使ってるの、帽子の赤、レッドソックスの LR 使ったんちゃうかなとかって思ったりするんですけどもね。そこまでもしこだわってはったんやったら、僕名推理でしょ。こだわってんかったら偶然の産物やねんけども、まあそんなわけでもね、こだわってたって適当に言うといたらいいんですわ。多分ね、赤で合わせたんちゃうかなと。上の赤と足の赤をね、一番遠近法で合わせてんちゃうかななんて思ったりするんですけども、こちらの方、地下鉄で写真を撮っていただいたということで、どこで写真撮ってねと思うんですけども、ありがとうございました。ではね、次の方行きたいなと思うんですけども、次の方はね、以前バルトロコーデでも出ていただいた方ということで、確かにこれ出ましたよね。これ皆さん覚えてますか。マルテコーヒーってどこにあんねやろなと。その写真のコーデよりもマルテコーヒーの場所知ろうかって言って検索したんですけども、ちょっとどこやったかな、忘れたな。あ、そうそう、長野県なんですね。長野県のコーヒー
キー屋さんの前で撮られた写真ということで、こちらねマウンテンジャケットを着用します。しかもご丁寧にカッコで別名ラオジャケットと見ていただいてます。これ完全に僕のリスナーさんというかね視聴者さんやということがこれでわかります。マウンテンジャケットって一文字だけやったら、あもしかしたら視聴者さんじゃないけど友達に送れって言われて送ったんかなとかと思ったんですけど、ラオジャケットってこれ完全うちの視聴者さんなんよということなんですけども、焙煎コーヒーさんありがとうございます。マルテコーヒーさんですね、ありがとうございます。サイズはね S サイズ着用で身長165センチということで、こだわりのポイントはね雪模様でしたので、インナーにはマウンテンバーサーロフトジャケットを組み合わせてマウンテンジャケットの最強コラボを合わせてますと。でマウンテンバーサーマイクロって言ったらねフリースで結構襟高いやつやねんけども、このね脇のとこにベンチレーションあるんですよ。でマウンテンジャケットもベンチレーションあるでしょ。だから脇ゴンザ脇毛っていうのができるんですよね。だからここ開いても中も開けるっていう北斗七星のね奥義みたいなことがあるんです。百裂剣みたいなことがあるんですけどもね、まあ、それちゃんと組み合わせてるということで、いつもねノースフェイスのカラーものって結構やっぱ多いんですけども、まあ拓造さんおすすめの、ブラックのカラーをチョイスしてると。でそれがあえてまあブラックってことで、いつもはちょっとカラー行くんやけども新鮮にね自分は感じてますということで、確かにマウンテンジャケットってこう定番ものやから、まあ、ブラック持ってたらねずーっと着れるっていうのはね、まあ僕も散々言ってるんですけども、まあそんなところでねいつも楽しく YouTube 拝見します。今後も頑張ってくださいということで、なんかインスタの周りに、ね、ハートマークがついてるんですね。こんなハートマークの付け方あるんか知らんかったけどね、ありがとうございました。ではね次の方行きたいなと思います。次の方がですね、次はですねこちらシュプリームとコラボのマウンテンジャケットです。身長171センチ、サイズが M サイズということで、まあ、シュプのそのやつでね、若干ちょっと大きめやったりすると思うんですけども、少しオーバーサイズに着用してラフに着てますということで、めちゃくちゃかっこええないかいと。これスニーカーはこれジョーダンなんかな、ジョーダンのスニーカー履いてパンツゆったりしたシルエットにして、ジャケットはシュプノースのコラボなんよ。ほんでまたこの石畳みたいなところがね、まあ、京都とかね、まあ、石川とかね、そういうちょっと風情のあるところをもう連想させるようなね感じかなと思うんですけども、この肩のところになんて入ってんの ATG って書いてるのか、あ RTG か、すみません RTG です。これタイトルにも書いてた、ノースフェイス RTG ジャケットプラスベストブラックって書いてあるんやけども、シュプとのねコラボでね、こうちょっとシンプルなやつってあんま少ないですよね。シュプとのコラボって結構派手なイメージやけども、ありがとうございました。シュプリーム系ってやっぱちょっとオーバーに着る方がね、まあかっこいいと思うので、僕も、まあ、そういったスタイルでしたということで、そして次の方がですね、こちらシュプリームノースフェイスのマウンテンパーカーになっておりまして、175センチの L サイズということで、ほんま適正サイズですね。こだわりのポイントはこれ見たらわかりますね。娘さん抱っこしてるんですよね。姫ですわ、姫をね抱っこして写真を撮るといいパパに見えがちって言ってるんですけども、この顔見てください。一見ちょっと怖そうな感じのお父さんかなと思ったんやけど、実際喋ってみたらめちゃくちゃいい人なんよ、パターンの人ね。でもヒゲをね生やしてたらね、娘とか嫌がられるんですよね。パパ痛いとかね、チクチクするとかって言われるから、姫とスリスリするときはねそらなあかんのですけども、まあ今回はねこのコーデの紹介ということでね、まあ、僕の動画に出ていただけるということで、しっかりこうヒゲを蓄えて撮っていただいたのでありがとうございました。シンプルにね黒のジョガーパンツと合わせてマウンテンパーカーが目立つようにしましたってことなんですけども、こういう柄とかって結構負ける人おるんですよ。こう顔がねちょっと柄にちょっと負けちゃうっていうパターンもあったりするんですけども、この人も完全にねシュプノースにね負けへん感じのね雰囲気で着てはると思いますので、非常にいい写真じゃないかなと思います。後ろの背景がねこのレンガスタイルって、まあ、僕らの家の近くやったらセブンイレブンが相場なんですよね。セブンイレブンって大体この壁の色を使ってたり、あとまあたまにマンションですよね。分譲のねちゃんとした家族さんがよう住んではるマンションちゃんとした家族さんってなんか分からんけど、まあ、そういうね背景撮っていただいたということでありがとうございました。ちょっと一人で恥ずかしいからね、まあ、娘さん自身でやんとね、ありがとうございます。そして次の方がですね、こちらマウンテンジャケットとは言いません、ラオジャケットとしっかり言ってきます。いや視聴者さんですよね。静岡県の44歳のおっさんって書いてるから44さんって言ってもったんですけど、まあ、さっきも言いましたね、30以上は全員おっさんであるということなんでね、その辺は気にしないでください。身長180センチ L サイズを着用と。でこだわりはですね、まあ、とりあえずデニムか黒いパンツ履いておけば OK でしょと。だからあんまこだわりないんですよと。でこの日寒かったんでね、インナーダウン着てますよということで、アストロライトジャケットということで、僕まあ紹介してないんですけど、ノースフェイスもねジャケットやったと思いますけど、それを着用されてると。それよりもねやっぱり車に目が行くよね。ランクルね、タイヤもちゃんと履き替えてますよ。でホイールもねこだわってチョイスしてますわ。でこの方もねよく見るとこだわってないとは言うんやけども、ブラウン系、そして帽子もちょっとまあ茶色系、そしてサングラスのレンズもブラウン系なんですよね。相場はね44歳でもしおっさんやったら、普通こだわりなかったらね、こうは
はなりませんよ。ちゃんとね、こだわりあるんよ。それはな、あるんやけども、それは前もって、振りかぶってね、僕こだわりありますよ、とはちょっと恥ずかしいから、しっかりこだわりあるんですけども、おしゃれなね、44歳かなと思います。すみません、偉そうにね。じゃあ次の方行きたいなと思います。次の方がですね、こちら、高年表おじさん。この人ね、多分ちょくちょくコメントくれる人やと思うんですよね。なんか見覚えあるんですけども、マウンテンジャケットでね、こちら海外の US 規格やと思うんですけど、マウンテンジャケット。サイズ S サイズ154センチということで、まあ、こだわりのポイントはね、何ですかっていうと、こう US 規格でついているラダーロックっていうこの画像がね、これ出てると思うんですけども、これがあるっていうのがね、やっぱりかっこいいですよねと。確かにガジェットっぽい感じかな。こう、ギアっぽい感じがするっていうところで、こう US 規格がね、お好きって方もいらっしゃるかなと思うんですけども、へぇ、高年表示さんおしゃれな人なんや。全然どんな人なんかなってイメージつかんかったけども、スニーカーも派手やしね、パンツもノースフェイスでいって、で、このオレンジって僕も結構好きなんですよね。オレンジ系でまとめて、派手な色やねんけども、なんかまとまってるというかね、まあ、そういう感じかなと思いますので、なんで高年費なんやろな。1日1食しか食わんとか、なんか1回買った服が長く着れるとか、物持ちがいいとか、なんかちょっとよくわからんけど、なんで高年費なんかわからんけどね、ありがとうございました。ではね、次の方行きたいなと思います。次の方はですね、こちらマウンテンジャケット M サイズ174センチで着用と。で、2020年のマラードブルーというカラーになってるんですけども、この写真見たらわかりますよね。甘いもんが好きなんやと。とにかくこの 手元に持ってるケーキかなんかこうやって喜んでやってんねんけども、これ甘いもん好きじゃないとこの体勢にはならんのですよね。僕とか別に忘れても、ありがとうで終わりやねんけども、嫁は同じ体勢すると思います。多分ね。甘いもん好きないなと思うんですけども、こだわりのポイントはね、街中で着ててもめったに被らないので、着てる人ってあんまり少ないんですよね、とこのマラードブルーというカラーね。ちなみに場所は滋賀県の長浜の自然堂というお店です。自然堂ってなんや？セレクトショップの話してんの？自然堂。いやいや、スイーツの話じゃないかや。デザートの話しとんのかい。突っ込まれるってバレとったんかいな。恥ずかしいな。今は大雪ですがおすすめですよね。ありがとうございます。ではね、2枚目の写真いきたいなと思います。マウンテンライトジャケットで、サイズ M サイズ174センチということで、ちょっと雰囲気一気に変わりますよね。あ、帽子取ったら結構奥まで刈り上げてるんだね、っていう感じなんですけども、これね、亀岡のドゥリムントン村に行った時の様子ですと。落ち着いた場所に行く時には、まあ、こうデニム調の方がね、ちょっと落ち着いてるんじゃないかということで、最初はね、こうインディゴの方を買ったんやけども、なんか後々ブラックデニムの方出て、うわ、ブラックのかっこいいやんってなったけども、まあ最終的には一周回ってね、インディゴでよかったんちゃうかと思ってるっていうことでした。PS、私も関西在住で、拓造さんの動画に出てきたお店とかよく行かせてもらってます。ノースフェイスからデートスポットまでいつもお世話になってます。動画の素材にしていただければ結構幸いです。ということでね、ありがとうございました。そして次の方こちら、ズドンということで、マウンテンジャケット L サイズ182センチのアメカジアウトドアファッションです。めっちゃおしゃれないかい、これ。なんかこれ色味までちゃんとやってる。すっげえな、これ。マウンテンダウンコートも着てんの。これ182センチ M サイズで、これやっぱ丈長いからワンサイズ落としてタイトに着てます。確かにジャストやな。いい感じやな。めちゃくちゃおしゃれな。マウンテンライトジャケットもね、M サイズで、着用してるということで、もうこれに関してはもう春秋用。だから冬はもうインナー着ないっていう感じで、もう春と秋しか着ないって、もう割り切ってワンサイズ落としてるって言ってたんですけど、このサイズ感もいいですね。めっちゃおしゃれやな。これ色の編集もやってすごいな。もう182で、この色の編集できて、この写真のモデルの撮り方のポーズできる。もう言うことないですわ。もうこれ完璧ですわ。次行きます。では次の方はこちらです。シュプノースのコラボのマウンテンジャケットということで、178.5センチ、L サイズ。これ178ではダメです。179でもないです。178.5センチなんよということで、着用 L サイズということでね。あ、これ有名なやつですね。有名人とかもよく着てはったと思うんですけども、まあとにかく、まあ好きなアイテムを身につけたコーディネートです。目指しますということで、いや、でもそれなんですよね。結局好きなもん着てるっていうのが一番良くて、まあもちろんこだわりとかも大事やねんけども、それが好きであるかっていうのが、まず大事ということでね。綺麗な景色で撮っていただいてありがとうございます。まあ、スニーカーもね、ジョーダン履いてるということなので、こうストリート系がね、お好きな方なんかなと思うんですけども、まあこのロケーションやったらおそらく彼女でしょう。まあ彼女とこうやって行ってて、ちょっと撮ってよ、みたいな感じでね、後ろからでいいから撮って、っていうことで、わかったわかった、パチン、これでいい。ちょっと角度ちゃうな。ちょっともう一回だけいい。もうええやん、これで。パチ。はい、これでいい。あ、それでいい。何も変わらへんけ。って言いながらね、撮ってるんやと思うんですけども、本当にありがとうございました。ではね、次の方行きたいなと思います。次の方、こちら、ズドン。はい、すいません。あと2名の方がね、ちょっと忘れておりましたというか、ちょっと見損なってるんじゃなくて、見失ってましたっていうか、正しいかな、わからんけど、まあ、それでね、紹介したいなと思います。こちら、ズドンということで、数年前に購入したマウンテンライトのような感じですと、まあ、ハイベント採用してるので、おそらくマウンテンライトじゃないんですけど、っていうことで、いただきました。US 規格で、ハイベントって US 規格多分ないんかな。まあ、わからないですけど、一応サイズはね、M サイズを着用してるということで、おそらくハイベントやったらジャパン規格やと思うんですけど、身長が181センチ73キロということでね、送っていただきました。おしゃれな
感じですよね。背も高いし、ちゃんとこうしっかりしたね、男性らしい感じで、ジーパンめちゃくちゃ似合ってるやないかい。こだわりのポイントはね、あえてジップとかボタンとかをね、全部オープンで、身軽な雰囲気にして、まあ、だらしなくならんように、足元はね、スリッポンでこうすっきりシュッとこうまとめたということで、ワンポイントに赤いヨーヨーをつけてますということで、マウンテンジャケットということでね、サイズが、L サイズを着用してて、181センチ73キロということで、体格めちゃくちゃいいですよね。これなんかプロのねスポーツ選手とかみたいなね体格してると思うんですけど、こだわりのポイントはですね、シンプルにまとめつつ、マウンテンジャケットとこうダナフィールドの、ブーツねを機能性でちゃんと確保してますと。年甲斐もなく腰パンをしてみて学生時代を思い出したりもしましたということで、ワンポイントにヨーヨーですということでね、このポケットっていうか、これ鍵ついてんのかなって腰のとこ見たらね、ヨーヨーついとるやないかいと。ヨーヨーって完全にわしら世代やないかいってことなんですけどもね、トータル的に見たらジャケットと、ブーツに関してはもう防水ですよということなんですけども、デニムとかでねちょっと経年変化とかこう味を出していくという、いかにもメンズが好きそうなコーディネートということで、ありがとうございました。はい、ということでね、いろいろ見させていただきました。本当に皆さんありがとうございました。またねこういう企画もやりたいなと思ってますので、その際はねご協力いただけると本当に助かります。皆さんのご協力あってじゃないとこの動画撮れてませんし、僕はペチャペチャ喋ってるだけでございますので、皆さんのまあ夫婦の様子とかお子さんとの様子とか、あとはまあそのプライベートの様子とかね、まあ、そういうのをね見せていただいて、まあ、本当に僕もね嬉しいなと思ってますので、またこれからもぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、マウンテンジャケットのコーディネートを見てみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。